はい、皆さんこんにちは、田野治です。私はですね、今パタナカン通りというね、ところを走っていまして、市内の方に、向かっているところなんですけれども、ですね、前回この辺り撮影してね、ペブリー通りまでですね、撮影した記憶あるんですけども、今回もね、同じような場所にはなるんですけれども、ちょっとね、撮影していきたいと思います。今日の話題なんですけれども、ちょっとね、新聞、ニュース記事か、ヤフーニュースだったかな、かなんかにね、載った、記事なんですけれども、その前に、ちょっとね、渋滞したらね、ちょっとカットして、編集してやっていきます。とりあえず、流れてるうちは普通に撮影していきますんで、よろしくお願いします。はい。ヤフーかな、タイのニュースかなんかだったかな、ヤフーだったかちょっと忘れましたけれども、ちょっとこういう記事があったんですね。日系企業に勤めるタイ人スタッフが、日系企業にね、見切りをつけて、その他の会社に行き出しているという、記事がありまして、その理由としてはですね、要はその日系企業の、昇進しなかったり、給料が上がりにくかったり、いちいちね、すごく細かいことね、言われる割にはなんか大して、見返りもないみたいなね、ことを、ずっとね、羅列して書いて、いまして、それによってですね、タイ人がね、スタッフが、なんか日系企業ね、その離れつつあると、いうことをね、書いてる、の記事があったんですけれども、それについてね、ちょっとね、私から、いろいろ、在体二十数年のね、私からちょっとね、物申したい、ことがありましてですね、この記事ですね、非常にずるいのは、メリットを書いてないんですね。デメリットを書いて、ずら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 って書いて、よってタイ人が離れてるっていう言い方なんですよ。で、逆の、メリットをね、全く記載せずに、要はもう、それだけでダメだ、みたいなね、私が言えば、バカ、いたわけなんですけれども、これね、非常にずるくて、じゃ逆に私、メリットを申し上げますね。タイのね、日系企業、非常にクビになりにくいです。福利厚生も非常に、もちろん全部じゃないですけどね、あくまでその、欧米とかね、タイ企業とかの、こと比較してっていう話なんですけれども、やっぱりね、日系企業で非常にクビになりにくいです。本当にね、これは最終の最終手段になりますんで、私知る限り、やっぱり本当にね、日系企業はクビになりにくいという面があります。それと、福利厚生。これもちろんタイのね、労働法で決まっている範囲内ではあるんですけれども、それをね、超える、福利厚生をね、つけている、会社も結構たくさんありましてですね、一概にね、悪いとは、言えないです。それと、昇給に関してですけど、確かにね、伸びはね、すごくその、緩やかですよね。一気にこう、2倍になるとか、そんなことはないです。本当に年 3% とかね、決まった範囲で、でしかね、上がらないんですけれども、結構ね、確実に、上がってはいくというところが見れますんで、したがって、日系企業を好んでるタイ人も非常に多いのが現実です。おそらくね、さっきのバカ記事はですね、1割ぐらいじゃないですか、表面的なね、タイ人の、話を聞いたり感じたりしたことを、あたかも全体がそうであるかのようにね、書いているんですけれども、決してそんなことはなくて、ざっくり言っちゃえばですね、8割ぐらいは、やっぱりなんだかんだ、日系企業はね、いいと思っていると思います。やっぱり、分かってるスタッフは分かってます。非常にね、やっぱりいろいろね、ちょっとしたことではね、すぐ、クビになったりしないで、安定してね、勤められるということはね、多くの、スタッフ理解していますし、そんなね、ちょっとやそっとじゃね、揺れ動かないというのは分かってます。それと、昔はね、やっぱりいろんな人がね、タイ人は給料下がったらすぐに辞めて他に移るとかね、いう
こと言ってる人いて、まあ、一概にそれ嘘ではないんですけれども、今ですね、やっぱりね、長く勤めてるタイの方すごく増えてます。もうね、10年20年同じ会社でずっとやってますっていう人はね、やっぱり増えてまして、やっぱり変わってるんですよ、社会も。でね、いつまでもね、タイのスタッフは、まあ、なんていうか、怠け者でってわけじゃないけど、すぐにね、職を変えちゃってね、すぐなんかこう、サボっちゃってとかっていう風にね、未だに思ってる人いるかもしれないですけど、全くじゃないけど、まあまあ、それはね、かなり、少なくなって、来てはいます。よってね、意識はね、すごく変えていかないとね、まずいです、日本人も。で、確かにね、中国メーカーのね、EV とか、すごくね、出てきて、要するにまともにその、日系企業はね、対抗してるのは自動車業界ぐらいなもんですから、まあその自動車もね、その中国の EV で脅かされちゃっているんでね、確かにその、まあ、非常にね、厳しい状況ではあるんですけれども、まあただね、やっぱり、ここまで付き合い、まあ、なんていうか、作ってきたね、信頼、日系メーカーのね、信頼っていうのは、そう簡単にはね、崩れません。まあ、このままダメですよ。このままダメですけど、すぐに崩れるかっていうと、決してそんなことはないと私は思ってまして、ただね、いろいろね、ちょくちょく変えていかなきゃいけない部分は、確かに大きいです。ありますけれども、まあ、確かにでもね、すぐに、なんかこう、タイ人がね、みんな、日系企業見限ってね、辞めちゃって、他に移っちゃうなんていうようなことはです。まあ、そう起きないとは思います。やっぱりね、タイの人もいろんな人がいて、日系企業のようなね、ところで、多少いろいろうるさくてね、給料も上がりにくいけども、安定してね、仕事できるところが好きだっていう人も大勢います。やっぱりね、そういう、まあ、バカメディアですよね。まあ、あいつら、本当はね、ちょっとした記事書いて、売り上げが上がればいいだけなんで、中身関係ないんでね、あんまりね、そういった、記事でね、一喜一憂しないで、はっきり言って、まあ、安定してね、みんなやってます、基本的には。っていう状況なんでね、そういう、まあ、記事にね、惑わされないで、いただきたいな、というふうに、思います。まあ、どうしてもね、まあ、タイトルとかで、こう、引きつられちゃってね、行くんですけれども、あえて言います。普通にみんな過ごしてます。今ね、中国とかも確かに不動産がね、ボロボロで大変だって言ってる人いますけども、ただ一応、一般の中国人は普通に暮らしてるんでね、まあ、そう、いや、ま、もちろん安心はできないですけどね。できないですけど、意外と、海外は意外とみんな普通に暮らしてますぜっていうのがね、まあ、本当のところじゃないかなというふうに私は思っています。ですんでね、まあ、もちろんね、100% の安心はできないですけども、かといって、めちゃくちゃね、直近であと1、2年でガラッとね、変わるっていうことはもうなかなか、難しいんじゃないかなということで、タイのね、移住はやめましょう。はい。そういうわけでね、はい、この辺で動画切りたいと思います。ご視聴いただきましてありがとうございました。いいねとチャンネル登録よろしくお願いします。